皆様こんにちは、物語作家の武田殿下でございます。今回は西鉄バス宗像さんの初線と呼ばれる岡垣エリアの路線についてご紹介いたします。何回かに分けてご紹介していく予定ですが、まずは赤間営業所から恵比寿駅を結ぶ20番系統、大昔は福岡市の西陣から北九州市の門司港までをロングランしていた路線だと聞きます。その後次第に系統が分割されて、福岡市と宗像市を結ぶ系統は現在の26番および 26A に切り離されまして、私がいわゆるカメラ小僧を始めた1989年当時は20番といえば宗像市の赤間と北九州市の黒崎を結ぶ路線でございました。赤間営業所から黒崎バスセンターまで約1時間の道のりだったんですけれども、2000年前後に黒崎発着が折尾発着に変わりまして、2005年には権賀川駅止めになってしまいました。その恵比寿権賀川駅間も2010年には廃止となってしまいまして、現在赤間営業所と恵比寿駅の間、平日ダイヤのみ1往復という状況でございます。ちなみにこの20番系統がいつ発線に組み込まれたのかは分かりかねますが、少なくとも2000年の6月には発線の一部として運用されておりました。
この後初まで6番系統で往復いたします。今回もご覧いただきありがとうございました。では皆様ごきげんよう。